学級担任は学級を担任する教員のことである。担任、担任教員などとも呼ばれ、学校種によっては担任教諭などとも呼ばれることがある。学校などの教育機関における学級は一定数の在校生から編成され、学級担任は学級ごとに定められる。一般的に学級担任は在校生の教育に関する責任を日常業務の中で負っている。 日本の修学前教育や初等教育では学級担任による教育活動がほとんどの時間で行われている。一方、中学校や高等学校などの中等教育では原則として各教科ごとに専門の教員が配置され、学級担任は自分の専門の教科と学級活動の時間や道徳の時間を担当する。その他、生徒指導、 進路指導なども日常的に学級担任が担当する場合が多い。担任持ち上がり制の学校もある。また、学校事務において在校生一人一人の学習などの記録である指導要録や通知表、調査書など一人一人の在校生に関わる文書の記載を行うことなども通例、学級担任の職務である。また最近は子もの成長が早まり、 高学年での学級担任制が難しくなっていると言われている。それぞれの教科で専門的に教えた方が学習効果が上がる時期になっている。特に小学校での英語教育が始まりにより、小学校教師の負担が増えている。そのため小中一貫教育というのが一部で導入されるようになる。必ず各学年ごとに家庭修了の認定がなされてから自学年の家庭に、 進む学年制による教育であり、かつ一つの学年に複数の学級が置かれる場合にあっては、同じ学年同士の学級担任によって学年担任会が組織され、学年全体に共通する教育方針の協議などが行われることが多い。また、学年による教育過程の区分を設けない単位制による教育の場合にあっては、学年制に準じることのほか、 学校の生徒全体を何らかの基準によって区分し、その区分ごとに担任会が組織されることも多い。ありがとうございます。